めちゃくちゃ大自然、マングローブもある。すごい良いな、うん、あー急に走ってきましたけど、めちゃくちゃ大自然、マングローブもあるし、いやーちょっと誰もいない、夕日がめっちゃ綺麗。まあ3キロぐらい走ってきたんで折り返して、またもう3キロ戻ります。行く途中もなんかヘビとかいたり、なんか見たことない鳥がいたりとか、大自然がすごい満喫してるんで、明日一日中遊べるんで楽しみたいと思います。じゃあ走って戻ります。Thank you.
ただきます。はい、朝6時です。結構波のとかもなって結構早く目覚めたんですけど、まあ、せっかくなんで、日の出を見に、行きたいと思います。では結構周りは聞いたことない動物の声がいっぱいいて怖いんですけど、まあ、なんかあったら走って逃げるということで行ってきます。やぎかわいい。わわ、少し湾曲してる。この湾曲してる内側っていうんですか。しょっぱい。こういう環境でね、届くのがこの、まあ、マングローブ林っていうんだけど、分かりやすい、地形になってるんですけど、さっき入ってきたときに、これでっかいあの根っこの、まあ、イメージされてるマングローブの木 の、 あの一番おいしげってことがあったんですけど、ここまたちょっと別の根っこですね、これも。あのジャックと豆の木のモデルになっている木です、はい、モダーマっていう木ですね。それでこれがあの、まあ、豆の木なんで左右に入った、まあ、豆がなるんですけど、まあ、イメージとしては変則しとって大うなぎなんですよ、ね、めちゃめちゃでかいです、生で、ね、心がピュアな方にしか見えないんで、多分皆さんにはちょっと見えないと思います。結構ね、あの食に飢えてる魚なので、水面に落ちた昆虫とか何でも食べるんですよ、うん、とりあえず一回含んでみるっていう。だから何が落ちてもあって一回寄っていくんですよね。でそれが餌やったらそのまま食べて飲み込むし、餌じゃないって分かったら吐き出します、うん。
つだけあって、基本的には、まあ子育てができる暖かいところ。でもう一つがですね、まあ、敵からその子供の身を守らなきゃいけないんで、視点、まあ、視野が一つ以上あるところ。でね、だいたい冬にこうちょっと栄養蓄えて、春先ぐらいにまあオスとメスが出会ったら交尾をして、夏ちょっと手前ぐらいに子猫が生まれて、今ちょうど子育ての時期になってるので、結構この時期ね、子猫と遭遇する率が高いです。で、家猫を飼ってる方、お猫みたいな、で逆にこの根っこはすごい軽いんです。僕一回やっぱ興味本位で、you